プレミア審判デイビッド・クート、超衝撃発言が流出。公式発表プレミアリーグの審判員デビッド・クートは、完全な調査が完了するまで、即時資格停止処分を受けた。PGMOL 派、そのプロセスが完了するまでこれ以上のコメントは行いません。こいつヤバすぎんだろ。プレミアの審判どうなってんだよ。これは罪深い。これが事実だとしたらもうプレミアで笛吹けないだろ。さよならクート。昨シーズンこいつにぶち壊されたの最悪すぎる。どんなゴミ審判の問題も徹底的に擁護して全て選手監督のせいにする天下の PGMOL もさすがにこれはかばうの無理で草。プレミアの審判なんてこんなもんだからね、もう何も期待してないよ。こいつと宮津にもレッドカード出してたし本当にヤバい人。